県殿、須賀神社は、茨城県結城市にある神社である。旧社格は、県社。明治時代に、武田神社と須賀神社を合祀したもので、このうち県殿神社は、式内社である。武、定川別名と、須佐のおの命を祀る。県殿神社は、創建の由緒は不詳であるが、有城国造の武田信が、祖神の武、定川別名を祀ったものと伝えられる。 定川別名は4、道将軍の一人として、東国を平定、開拓した人物である。演技式新名庁に、下佐国欠城、高利建殿神社として、下佐国十一社のうちの一社として記載され、勝者に列している。法暦十四年、結城本郷省花輪村にある結城家の菩提書であるみ、立山悟新上国寺の境内に遷座した。須賀神社は、 当地に封じられた結城市が、任時3年6月に、終わり国津島神社より勘定を受けて、天皇者として創建したものである。公営2年、結城正朝が欠城7社を定め、当社を結城里の僧者とした。明治元年、神仏分離令により天皇者から、須賀神社に改称した。明治3年、県殿神社は上国寺から分かれ、須賀神社に合祀されて、県殿。 二神社と称した。明治六年2号に号車に列格し、昭和五年に献者に昇格した。ありがとうございます。